サムライ井端監督、一番良かったのはセーブ。スポーツナビの公式 YouTube、野球チャンネルで生配信された、スポナビ、ドラフト速報を見ながらライブに、サムライジャパン井端弘和監督、元ヤクルト監督の真中満氏、阪神、オリックスで活躍した能見篤氏がゲスト出演した。番組では井端氏が各チームの指名を総括。良いピッチャーがたくさんいる中で競合も多くて楽しかったですね。オリックスや阪神がすんなり決まって、なんとなく優勝したチームの余裕を感じましたと、まずはリーグ優勝した2チームについて評価した。さらに司会から、指名が一番良かったチームについて振られると、バランスを含めて言ったら、西武は良かったと思います。竹内夏樹投手を抽選で取れて、上田大河投手もパワー系1で1位で言ってもおかしくないピッチャー。3位の杉山春樹投手もポテンシャル高い投手なので、良かったんじゃないかと思いますねと話した。ドラフトは本当にわからないです。これが全てです。好き勝手ドラフト採点する人おるけど、反省会はしないよな。今の時期に良いも悪いもない。結果はこれからですよ。仕事なんだから評価しないといけないんだよ。そうか、カープが一番いいと思う。日ハムもかなり良いドラフトだったと思います。どこの球団かは言わないけど、無能な監督に全権持たれると辛いな。ドラフト直後の評価は何の意味もない。2001年は最低評価のドラフトだった。素材型の自由枠細川、高校生の中村、栗山、竹内。投手中心のドラフト、となると戦力外や助っ人の補強で野手を取るのでは。中日に関しての評価も素直にしてほしいです。ドラフト解説の井端の登場の際のコメントはなんかあんま好きじゃなかったな。なんか井端監督って西武好きだよね。西武はピッチャー育ってきたから、野手評価かと思ってたわ。毎年、西武がうまくいったという評価が多いけど、順位には反映してないわけで。西武はドラフトは昔から外れる年はほぼない。中日以外は編成面で変な指名はなかったかなと思う。